さあ、今日も優しく学習していきましょう。今日は解剖学のコツの確認問題です。では、早速いきましょう。問題。車軸関節はどこにあるか？答え。上頭尺関節、下頭尺関節、正中間軸関節。問題、長板関節はどこにあるか？答え、腕尺関節、四節間関節。問題、螺旋関節はどこにあるか？答え、巨体関節。問題、過剰関節はどこにあるか？答え、顎関節、中手四節関節、膝関節、去就関節。問題、楕円関節はどこにあるか？答え、頭骨手根関節、半軸後頭関節。問題、腕関節はどこにあるか？答え、母趾の手根中手関節、小立方関節。問題、臼関節はどこにあるか？答え、肩関節、胸鎖関節、腕頭関節、股関節。問題、平面関節はどこにあるか？答え、椎間関節、腱鎖関節、足根中足関節、外足間軸関節。問題、半関節はどこにあるか？答え、仙腸関節、手根管関節、経皮関節。問題、関節円盤がある関節は？答え、顎関節、腱鎖関節、胸鎖関節、下頭尺関節、頭骨手根関節。問題、関節半月がある関節は？答え、膝関節。問題、関節芯がある関節は？答え、肩関節、股関節。問題、関節内靭帯がある関節は？答え、股関節、膝関節。問題、側副靭帯がある関節は？答え、肘関節、膝関節、四節間関節。
問題。頭骨手根関節を構成する骨は？答え。頭骨、柱状骨、結状骨、三角骨。問題。第一、中手骨と関節する手根骨は？答え。大両頸骨。問題。膝関節を構成する骨は？答え。大腿骨、頸骨、膝蓋骨。問題。巨体関節を構成する骨は？答え、頸骨、腓骨、鋸骨。問題、リスフラン関節を構成する骨は？答え、結状骨、立方骨、中足骨。問題、ショパール関節を構成する骨は？答え、鋸骨、小骨、柱状骨、立方骨。はい、今日の問題で何か課題は見つかりましたか？引き続きこの調子で国家試験の勉強頑張ってください。ではまた明日。